角なのさ、おばあちゃん。チカ。チカ。なんだろうかな。なんだろう。どう？シャボン玉だと思ってる。なんか置いてるかな。綿毛ですね。グミの木っていうのがあるんでしょ。グミの木、お菓子じゃないよ。見たよ、グミの絶対だよ。 あれだよ。そんな説明するは誰だよ。あ、うん、誰だ。お菓子のグミの木、あれドリトスのね、ドリトスね、オーナーワンドキャル、ドリトスね、2年後に。手でちぎるのも大変ですもんね。割と出来がいいと思いますよ。ちょっとちっちゃめの方が、食べやすいですよね。俺結構でかくしちゃうけど、いや今日はかなり小さい。だいぶ小さい。倍だねだと自分でやったら。しょうゆあるじゃないですか。これだけや。もうそれ十分じゃないですか。ダメだよ。
作るってすごいね。どうやって、まあ、よく見るけど一体どういうことなんでしょうね。なんで引っ越してんだと思うんですけど、見えないところですよね、これ。重ねますよね。これを見ればいい。下どうだろう、どれが一番大きい。多分これ広げたら同じくらいになるんじゃない。でもこっちの方が見た目綺麗じゃない。ちょっと切ろうかな。あ、ここほら伸ばすから。